エースは二人にとって恩人ってことだね。他人に無関心なのはいいわよね。私前の仕事で業界から追い出されて居場所なくしてるから、エースみたいな無関心は気楽で心地いいのよ。俺はね、その無関心が物足りない。なんかこっちばっかあいつのこと気にしてん、向こうは俺に無関心なんだよな。わー、乙女だー。